おはようございます。 YouTube 講演家鴨頭義人です。本日の提供は天才式シリーズ第2弾 KKM の話、僕の鴨頭ボイシーの使い方をご紹介します。朝一番に聞いて KKM、 それは気合根性モチベーションの頭文字を取って KKM、 この KKM を朝一番に注入します。皆さんも一緒に KKM しませんか？天才の才、方程式の式、天才式3の提供です。天才式さん大好きです。もうもはやこれ提供者の名前なのかコンテンツなのか分からなくなってきてますけど、まあ、今のところ文字制限ございませんので、はい、ご紹介させていただきます。天才式さん本当にいつもありがとうございます。第2弾でございました。まずはお知らせです。今週3月26日の金曜日、大阪に僕は行きます。11時から話し方の学校入学体験講座、同じく26日金曜日午後15時からビジネス YouTuber の学校の入学体験講座、そして次の日3月27日土曜日は東京に帰ってまいります。11時から話し方の学校の入学体験講座やってますので、ご興味のある方はぜひぜひ鴨頭義人公式ホームページの方から覗いてみてください。さて、昨日と一昨日の2日間、僕はビジネス実践塾 2days という講座をやっておりました。で、一昨日の初日が終わって昨日ですね、昨日最終日2日目だったんですけど、ちょうどその朝にボイシーで箕輪浩介さんが発信していた内容がめちゃくちゃ勉強になったんですよ。もうぜひ聞いてみてほしいんですけど、3月23日っていうシャプタータイトルかななんかで、もう内容めちゃ良くて、そこはブランドの作り方っていう内容だったんです。これシンプルにそのまま箕輪さんのことを言ったことをまとめるとですね、ブランドは3つの三角形を大きくすることであると。1つ目哲学フィロソフィー、2つ目視覚情報ビジュアル、3つ目機能ファンクションであると。この3つが大きくなっていけば、この三角形のサイズの分だけブランドとしてもうすごく輝いていくよという、そういう内容だったんです。これめちゃくちゃわかりやすいじゃんと思って、僕速攻でその2日目の講座にちょうど客単価を上げるためにはブランド化しようっていうコーナーがあったので、そのままこの箕輪さんの理論をパクらせていただきました。ただやっぱりね、僕の中にもこうパクリの流儀っていうのがありまして、箕輪さんの言ってることをそのまま理論として使い、例え話も箕輪さんの言ってることを使うのはやっぱ違うなと思っていて、箕輪さんから学ばせてもらったことを僕の例えば具象例え話を使って説明していくんだったらパクリの流儀としては OK だっていうふうに許可できるんですよね。で、今回はそのブランドの作り方を今年オープンする焼肉マフィア池袋店で紹介したんです。でも完全に焼肉マフィア池袋店は焼肉屋ではないんですね。完全にブランド屋になってるんです。まあ、その内容を説明しました。その内容をこれ喋ってるとそれだけで終わっちゃうので、今日はそこからの展開なんですけど、でそのブランド屋になるっていう話をしたら、うちのスタッフで、まあ、セミナーの事務局をやってくれたり、あとは、普段はパーソナルカラーの診断だったりとか、ファッションのね、コンサルタントをやってるサイリちゃんっていう女の子がいます。で、彼女がですね、実はうちがオープンする脱毛サロンのセラピストになってもらうことも決まってるんですけど、この焼肉マフィアのブランドがあまりにも衝撃的に素晴らしくてですね、休み時間にどうしてもカモさん焼肉マフィアでも働きたいですって言ってきたので、いいんじゃない週に何回かはと言いました。まあ、彼女は今シングルマザーで子育てをしているので、夜働くのはやめた方がいいよって僕が言ってたんですけど、まあどうしても働きたいならイベントの日で営業時間が短い日はいいんじゃないっていうふうに言いました。で、こっからです。夜うちのスタッフだけで講座が終わった後打ち上げに行ったんですよ、食事会に。その時にそのサイリがちょっと悩みがありますって言われたんで、どうしたって聞いたら、SNS で何に絞って発信すればいいですかっていう質問だったんです。
つまり彼女の立場に立ってみるとですね、もともと自分がやってるそのカラーセラピストだったりとか、ファッションコーディネートのお仕事の情報発信をしているんですけど、ここからですね、うちの事務局の仕事をしていたりとか、脱毛サロンのセラピストやったりとか、焼肉マフィアで働いたりすると、もうこれだけで5個あるんですね、仕事が。で、これ全部発信したら、私は何やってる人か分かんなくなりますよねって言われたんです。で、僕の答えは、絞んなくていいよ。だって、サイリを売るんだから。って言ったらサイリは、あれ?商品を売らなくちゃいけないと思ってました。って答えたので、僕は説明したんです。あのさ、考えてみてほしいんだけど、お客様って、今商品買ってるっけ?例えば、話し方の学校っていう商品を買うとき、鴨頭義人の話し方の学校と、他の会社の話し方の教室と比べた?って聞いたんです。そしたらサイリは、いえ、鴨さんの話し方の学校と、鴨塾で迷いましたって。ほら、商品じゃなくて、人買ってるじゃん。っていう話です。これ、昔はですね、違ったような気がするんですよ。昔は商品をどれを買うかっていう時代だったような気がします。でも今時代は商品を買ってるんじゃなくて人を買ってる時代なんじゃないかなって思うんです。で、もちろんこれは大きな大企業が低単価でたくさんのものを販売する場合は当てはまらないと思うんです。例えばユニクロの服を買うときにユニクロの柳井さんだから買うってないですよね。ユニクロだから買うんだと思います。フリースとかヒートテック商品を選んでるんだと思います。もちろんそういうビジネスは今後も残ると思うんです。でもそういう大企業型の低単価でたくさんの商品を売るという、ビジネスと、もう一つ人検索で買っていく、この人だから買う、この人から買いたい、この人の考え方が好きだから買いたい、この人を応援したいから買いたいっていう、もう完全に消費は二極化している時代だと思うんです。つまり情報発信するときに絞った方がいいんでしょうか、絞らない方がいいんじゃないでしょうかという悩みは今後なくなるってことです。あなたが大企業で働いている広報の担当者だったら、おそらく商品を絞って発信するが正解になるんだと思います。でももしもあなたが個人事業主や中小零細企業だったりすればですよ、高単価の商品をファンの人に販売するっていうビジネスをやるんだったら、もう答えは絞らなくていい、あなたを出すです。まとめると、お客様が商品を買っていた時代は絞るが正解だった。でも今は誰から買うか、つまり人を買うという時代、その時の答えは絞るではなくそのまま出す。多彩な人はいろいろやってる活動を全部発信し、逆に偏愛者、このボイシーでも紹介しました長太郎みたいに蝶々のことしか考えられないみたいな人は偏愛、偏った人なので、その一つのことを徹底的に発信する、つまり絞るのか広げるのかではなく自分をそのまま出す。いろいろやってる人はいろいろ、一つしかできない人は一つだけ。そんな風にお客様に何を売ってるのか、商品を売ってるのか、自分を売ってるのか、ここをきちっと整理していけば情報発信や商品ラインナップなどで迷うことはなくなるよねっていう、そんなお話でした。僕も今自分が消費者として何かを買うときにはそれを扱ってる人でほとんど買っています。今はそんな人、ファンを増やしていく方がビジネスはとっても健やかでストレスがなくって利益が獲得できるんじゃないかなっていうふうに思います。それでは本日が皆さんにとって最高な一日になりますように、せーの、いいね、そのままあなたを出す、これがこれからのビジネスです。どんどん出しちゃいましょう。